どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は試合展開が変わるスペシャル軸の立ち回りで大事にした6つの行動となります。トライストリンガーをずっと使っていますが、何を軸に立ち回りをするべきか考えると難しい問題なんですよね。メインの位置角をしっかり当てるのは大事なのかなと思うこともありますし、邪魔を徹底するべきなのかなとか様々です。またいろんな人の動画を見ているとスタイルが多くあるため混乱しやすくなります。そこで今回はスペシャルを軸に立ち回りを変えた時にキルレが大きく変化したので、その点についてまとめていきたいと思います。スペシャル軸をする時の考え方や動きなどをまとめていますので、試してみたいという方は参考にしてもらえると嬉しいです。今後も動画を更新していきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。本題に入っていく前に、まずはスペシャル軸にした理由について話したいと思います。まず弓を発売からずっと使ってきていますが、試合に勝つには位置角を何回出せるのかによって大きく左右されることが多かったです。その試合の調子や味方の動きによってめちゃくちゃ左右されるんですよね。言ってしまえば安定感がありません。もちろん格下の場合はメインでのキルは可能ですが、格上になるとカス当たりが増え、キル数が大きく変化します。相手のパワーのばらつきがある X マッチではより安定しなかったんですよね。しかも環境的にスペシャルがとてもしんどいです。そこで安定する立ち回りとは何だろうかという考えになり、その時にスペシャル軸に変えたわけです。メガホン自体は攻撃の起点にもなりますし、敵の邪魔にはうってつけです。メインとの相性もとてもいいです。安定したキルと邪魔を両立するためにスペシャルを軸にした立ち回りに変えたというわけです。この運用に関してですが、注意があります。それはラクトの丸見さんのようなスペを回す戦法ではありません。ひたすらスペシャルを貯めるというわけではないです。効率をとりあえず上げていってスペシャルを存分に回すという戦法になります。引きこもってやるっていう戦法ではないです。要は弓のいいところを詰め込みつつ、さらにスペシャルを回そうというものですね。そのためメインの精度、足場の塗り、生存率を両立する必要があります。これを想定してギアや立ち回りになります。結構高めの意識が大事かなと思いますので、細かい動きの見直しが必要になってきますね。まずギアに関してですが、スペゾーはちょっと多めに積んでいます。 1.2 が個人的にはしっくりきています。人やマップによっては 1.3 とかもありですね。またメインでの攻撃にプラスして足場の塗りが要求されるため、メインクはとても大事になってきます。ラスパ枠にメインを一つつけるのもありですが、慣れればラスパでも問題はありません。というかラスパをつけておいた方が試合の後半でインクの余裕が出てくるので、逆転の確率が上がった気がします。他のギアはお好みでいいかなと思います。とにかく大事なのは製造とインク効率のバランスかと思います。少なすぎてもスペシャルは溜まりにくいっていうところがありますし、多すぎても余ってしまいます。実際に散歩などで初動を意識して移動しながらスペがどれくらい溜まるのか試しながらチェックするといいかなと思います。それでは今回の本題に入っていきたいと思いますので、スペ軸の立ち回りで大事にしたことを話していきたいと思います。まず一つ目は、初動はスペシャルを貯めるということです。初動の時はいち早く中央へ行ってポジションを取ることが大事かと思いますが、この場合スペシャルを優先します。理由としては、中央まで行ってもキルが取れる確率が安定していないからです。敵の位置によっては全くキルは取れません。もちろんマップによっては初動の位置が固定されているので、キルが取れやすいこともあります。ですが安定はしないですね。またスペシャル環境もあり、シューター系は初動でスペシャルを貯めることもあります。こうなるとキルが取れないどころかこちらが不利になりやすいんですよね。その点を考えた時、メインだけでは力不足なことが多いので、足場の少ない初動でスペを使って味方と押し込む流れにするっていうのがありますね。もちろんキルは取れないかもしれないですが、中央を確保しやすくなり、相手が交代する可能性が上がります。
実際に相手が初動で動きづらいようなことが多かったので、初動の制圧率は上がったように感じます。ちなみに、初動でスペシャルを貯める場合は、貯め切ることが大事です。初動が中途半端になるためですね。二つ目は、スペシャルはすぐに使うです。スペシャル軸の立ち回りの際は、すぐ使うことはとても大事です。メガホンにおいては、索敵だけに限らず、相手の攻撃を徹底的に邪魔できる方法になります。こちらの攻撃の仕事としては、倒すことも大事ですが、行動を封じることがとても大事となります。その上で、スペシャルをすぐ発動して、しっかり相手の攻撃を抑えるのは非常に重要なことになってきます。また、スペシャルを使うことによって索敵も可能になるため、事前近くにいる前衛の行動も阻害ができます。これにより、裏取りの抑止力につながって、相手の前線を下げるきっかけにもなります。意思疎通の取れた味方なら、メガホンの向きに合わせて動いてくれる時もありますので、メインよりも連携がしやすくなるかなという時が多々ありますね。3つ目は、復帰時にスペを貯めるです。前衛の状況にもよりますが、試合を有利にするために復帰時は一旦貯めます。まず、スペを貯める理由ですが、後衛がデスした時って前線の復帰をするのはかなり難しいんですよね。味方がちょうどいい位置で安全ならもちろんスパジャンをしてもいいですが、攻撃がメインしかないため精度を求められます。こうなると、トライストリンガー自体の実力が問われる場面になるんですよね。ヘイトだけ買ってデスするっていうこともあり得ます。ですが、スペシャルを持って前線に上がった場合はどうでしょうか。味方の援護としても使えますし、敵の行動を一時的に制限できます。仮に前衛がやられても、スペを使って防衛に切り替えることも可能です。このように、復帰時の行動は非常に重要になるわけです。狭いマップなら、なおさら復帰時の行動は大事になりますので、安定を取るための行動としてスペを貯めることは有効となります。ただし、この行動をするのであれば、初動の時と同じように、貯め切ることが大事です。貯まらないと時間の無駄なんですよね。4つ目は、防衛時は必ずスペを貯めるです。防衛時の時って焦りやすいこともあり、スペ意識が下がりがちです。カウントが迫ってくると、スペを貯めないといけなくて、ついついメインでどうにかしようとするんですよね。メインだけで対処をしようとすると、そもそも当てることの難易度が高いため、ワンミスで多くのカウントが取られることもあります。ですが、スペシャルを駆使した場合、リードされたとしても最小値で抑えることができ、逆転できる可能性を残すことができます。カウントリードを取られるのは辛いですが、リスクを最低限に抑えるのは非常に大事なことですので、スペは貯めたいところですね。5つ目は、生存は必ずすることです。これは単純で、スペシャルゲージの無駄を省くためです。スペシャルゲージを多く失う理由としては、デスすることです。この時に半分くらいはスペシャルを失ってしまいます。ゲージマックスに近くなればなるほど大きくなりますよね。こうなってくると、次のスペシャルを使うための時間が、ただただ増えるだけになってしまいます。弓のメインだけで倒せる人ならいいんですが、ゲージを貯めた時間や安定を考えるとデスするのはリスクが高い行動にはなるんですよね。危険を察知した場合はスパジャンなどで逃げることも視野に入れておきましょう。気になる人はスペゲンをつけるのもいいかもですね。6つ目は足場塗りが大事となります。トライストリンガーを使っていると抜けがちな行動かと思います。ですが、このスペシャル軸の立ち回りの場合、足場塗りはかなり難しいものになります。基本的にはインクタンクをギリギリのところをキープしながら常に攻撃と塗りを行います。回復はスペシャルで行うという流れになります。この動きで敵を攻撃しながらスペシャルを8から10回以上使いたいので、かなりハードな動きとなるんですよね。ですが、これぐらいしないとそもそも塗りポイントが1400から1600とか、このあたりの数字に届きません。スペシャルを単純に回すといってもかなり効率がいるんですよね。またこの行動をするとなると、敵陣営の攻撃も重要な乗りポイントの確保につながります。自陣の安全圏にいるだけでなく、しっかり1回1回の攻撃でスペシャルを貯める行動を意識することが大事になります。まあ、自陣のインクが足元にあると、その分インクが濡れませんからね、ポイントが総合的に減るという行動になります。
はい、ということで今回はここまでとなります。試合展開が変わるスペシャル軸の立ち回りで大事にした6つの行動はいかがでしたでしょうか。今回はスペシャル軸の動きについてまとめていましたが、なかなか忙しい立ち回りなのかなと思います。ですがイミエ XP3000 のプレイを見たときにこの動きは結構基本だったんですよね。以前の動画でもこのことについて紹介をしてますので、より塗りの効率やスペシャルのことについて知りたい方はぜひ概要欄からご覧いただければと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。